多分今日はとっても楽しい一日になるかなっていうふうに思います。しかし楽しいだけで終わるものではきっとないというふうに思います。皆さんが準備を整えられて、そして学んだことがちゃんと活かせるような実習にしたい、早くそのことにスタートを切りたいという趣旨です。また私たち病院で皆様をお迎えするわけですけれども、普段のユニフォーム姿でこちらに来させていただいて、病院でもこのような形でお迎えするんだと、スタッフの素顔も見ていただきたいというふうに思っています。
ていただくわけですけども、本当に大きな胸を広げ待ってますので安心して来ていただきたいと思います。看護師さんに質問されて答えられないっていう状況が実際にあると思うんですけど、やっぱそれをどういうふうに対応したらいいのか、実際に臨床の方にアドバイスをいただいたので、それを実際に実習を通して活かせていけたらいいなと私は思いました。現場の方とお話しさせていただいて、生の話を聞いて実習前にとてもいい刺激を受けました。不安なことや疑問に思っていることが解決して、これからの威力が高まりました。私が学生の頃はこういうような企画がなかったので、すごく緊張したまま病院の実習に臨んだんですけど、こういうふうにね、実証の指導者さんとお話しできる機会があったら、私ももうちょっと楽しく実習ができたのかなというふうに思います。実習はとても楽しいです。なので緊張してくるかと思いますけれども、ある程度の緊張は大事だなと思いますが、実習終わって、ああよかった、実習やってよかったっていう思いにきっとなれると思います。頑張りましょう。予想以上ですね。こんなになんか乗ってくれるとは正直思いませんでしたけれども、臨床実習に向けてのやる気スイッチがここでちょっとオンになってくれてたのかなというふうな印象です。言動もそして態度面も誠意を持って責任を持って接していただきたいと思います。でその一方で、やはり教室では実習室では学べないものがたくさんありますので、直接生身の患者さんに触れ、コミュニケーションを取り、そして看護の素晴らしさが分かってもらえればいいかなというふうに期待しています。